はい、皆さんこんにちは、ルルチャンネルです。はい、今回は新しいペットの紹介にということで、エビくんが今目の前にいます。こんな感じです。ちょっとぼやけてて見れないかもしれません。お掃除好きが大好きな一匹目です。あとちっちゃいメダカちゃんもいます。この子ですね。もう一匹ちっちゃいメダカちゃんがいるんです。もう一匹見つけました。カメラで言うと大きいと思いますが、実際はちっちゃいです。もう一人のエビちゃんはこの草の中に隠れてると思います。でもこの草は本当の草じゃないのでご注意ください。1匹目は見つかりました。そしてメダカちゃんいる。2人ともオスとメスでございます。ちょっとガラスで見えないと思います。ラジオくん2人ともいる。仲良しだね。二人ともオスだから結婚はしないですね。たくさんメダカさんの先祖を産んでほしい。